こんにちは、にらこです。今回は、3人家族の休日3日間の食事ということで、作っている様子とメニューと紹介していきます。手の抜き方とか、参考になったら嬉しいです。まず、スーパーで買ってきた、リンゴディニッシュというパンと黒糖パンを食べやすい大きさに切りまして、これをオーブントースターで、3、4分焼いていきます。娘は牛乳で、私はカフェオレを作って飲みます。ドルチェグストでコーヒーを入れて牛乳を入れるっていう感じです。主人は自分でアイスコーヒーを作ってます。はい、こんな感じで、朝ごはん、バナナと一緒にパンと牛乳とカフェオレといただきます。はい、次はお昼ご飯紹介していきます。お昼ご飯は春巻きとクリームコロッケの定食を作っていきます。まず小さいフライパンに油を温めて、もう一つの小さい鍋にはお味噌汁用の、お湯を温めてます。でこちら、業務スーパーで買った冷凍春巻きなんですが、もう揚げるだけで食べられるっていうやつを揚げてます。少ない量の油で全然揚がるので少ない量で揚げてます。で、こちらナスですね。ナスを1本適当に切ります。これはお味噌汁の鍋に入れます。丸々1本、もうナスだけのお味噌汁を作っていきます。でこちらキャベツを千切りにしていきます。これは春巻きとクリームコロッケに、添える、キャベツです。春巻きは裏側が、きつね色に揚がってきたらまた裏返して、もう反対面も揚げていきます。キャベツは千切りにしたら、洗います。で、お味噌汁、ナスの鍋にお味噌を入れます。あと顆粒だしの素も入れました。で春巻き全体的に揚がったら、次は、クリームコロッケも揚げていきます。これは近所のスーパーで買ったクリームコロッケなんですが、これも冷凍のものですね。もう揚げるだけっていうやつ買って揚げてます。はい、でこちらミニトマトを半分に、食べやすいように半分に切って、こちらクリームコロッケはこんな感じ、カニクリームコロッケですね。でもゆっくり全体的に揚げていきます。はい、で電子レンジでゆで卵が作れるやつで作ってた、ゆで卵の殻を剥いていきます。はい、でお皿に、適当に、千切りにしたキャベツを持って、トマトも、添えて、あとゆで卵も半分に切っておきます。春巻きとクリームコロッケだけだとちょっとタンパク質が足りなそうだったので、ゆで卵を、置きました。はい、で、揚がった春巻き、主人は2つ、娘と私は春巻き1本ずつ、分けて、で娘は、ご飯ふりかけかけるとよく食べるのでふりかけをかけました。はい、クリームコロッケ置いたら完成です。はい、こんな感じ。こうやって冷凍のただ揚げるだけっていうのを買ってくると、もうすごく簡単に、もう20分ぐらいで、定食を作ることができました。はい、はい、次は夜ご飯作っていきます。夜ご飯は野菜たっぷりチーズタッカルビ作っていきます。まず鶏もも肉を2枚、鍋に入れて、コチュジャン、酒、醤油、砂糖を、大さじ1ずつと、ニンニクと生姜のすりおろしを、小さじ1ぐらいずつ、入れまして、混ぜながら、鶏もも肉を食べやすい大きさに、一口大より少し小さめ、一口サイズぐらいに、キッチンバサミで切っていきます。よく混ぜて味を揉み込んだら火をつけて中火ぐらいで焼いていきます。はい、で、チーズタッカルビに入れる野菜なんですが、適当なんですが、玉ねぎをくし切りにして、半分ぐらい玉ねぎ入れました。はい、もう鶏もも肉まだ焼いている途中なんですが、もうそのまま野菜ボンボン入れちゃいます。で人参ですね。人参は、3分の1に切って、それを短冊切りにしました。で人参丸々1本全部短冊切りにして、上に乗せていきます。でこちらエリンギも、食べやすい大きさに切っていきます。エリンギも人参ぐらいの大きさに、短冊切りみたいに、適当に切りまして上に乗せていきます。
はい、でこちらキャベツも、8分の1個ぐらいですかね、ざく切りにします。でお昼に千切りにしてたキャベツが中途半端に余っていたので、それも、一緒に入れちゃいます。はい、で、鶏肉を裏返しながらしっかり火が通るように、全体的に炒めていきます。キャベツは上に蓋をするように、かぶせて、火を通していきます。で蓋をして全体的に火が通るまで、もうほったらかしにします。その間に洗い物しちゃいます。はい、で火が通ったら、少し味が均一になるように混ぜまして、ここに、とろけるミックスチーズをかけていきます。はい、たっぷりチーズをかけたら、また蓋をして、まあ、3分ぐらい、火を通したらチーズが溶けるので、そしたらもう出来上がりです。はい、こんな感じです。まあ、チーズタッカルビの正しい作り方ではないかもしれないんですが、まあ、こんな感じで簡単に作ってます。娘はご飯と一緒に食べて、私と主人は、まあ、このままこれだけいただきました。はい、2日目朝ごはん作っていきます。2日目の朝ごはんはおから入りのホットケーキ作っていきます。まあ、まずは、普通のホットケーキ作ると同じように卵と牛乳を混ぜまして、ここにホットケーキミックスを、混ぜます。今回私はホットケーキミックスを 200g と牛乳を 200ml と卵を1個をまず混ぜまして、そこにおからパウダーを大さじ2杯ぐらい入れまして混ぜます。この混ぜるのは娘も手伝ってくれました。はい、こんな感じで、この混ぜたらこれをフライパンで焼いていきます。まあ、フライパンのこびりつかないタイプのフライパンだったらね、油を敷かなくても綺麗に焼けるので、油を敷かずに焼いていきます。食べやすいように少し小さめサイズで焼きました。おからパウダーを入れることによって、まあ、食物繊維もたっぷり取れるし、まあ、大豆の栄養も少し取れるし、まあ、ちょっと罪悪感が少なくて済むホットケーキっていう感じですかね。はい、で焼けたらここに業務スーパーで買った生クリームをバーッと乗せまして、ここに、声優で買ったこれは、冷凍のミックスベリーなんですが、これをちょっと添えまして、はい、こんな感じで完成です。まあ、ホットケーキは我が家の休日の定番の朝ごはんっていう感じなんですが、その時によって乗せるものはいろいろで、バターと蜂蜜だったり、ジャムを乗せたりして食べます。はい、次は2日目のお昼ご飯作っていきます。今回は、さつまいも入りカレーを作るということで、まずご飯は雑穀米を、炊きます。まあ、普通に白米を研いで、そこに雑穀米の素みたいなものを入れるだけ、あとは普通に炊くだけです。こんな感じで娘もね、混ぜるのを手伝ってくれました。はい、で、カレーは、今回は電気圧力鍋で作っていこうと思います。まあ、普通の定番のカレーの材料、人参と、玉ねぎとあとじゃがいもを、まあ、適当に切りまして、まあ、娘が小さいのでちょっと食べやすいように小さめサイズに材料は切ってます。人参1個と、玉ねぎ1個と、じゃがいもは1個だけ残ってたので1個だけ入れておきました。で、安かった豚の細切れ肉を 200g ぐらい入れて、まあ、圧力鍋なので中でちょっと広げて入れて、あとこちらさつまいもを皮の、芽の部分とかちょっと黒くなってる部分を取りつつ、皮はまあついたまま切りまして、まあ、食べやすい大きさに切りまして鍋の中に入れていきます。で、水は 800ml ぐらい入れまして、これを電気圧力鍋にセットします。これはカレーっていうコースがあるので、カレーコースで調理してます。で、電気圧力鍋に、調理してもらってる間にブロッコリーを茹でていきます。
適当に食べやすいような大きさに切りまして、お湯の中に入れて茹でていきます。で今回はブロッコリーの芯が立派なのがついてたので、ブロッコリーの芯は捨てずに細く切ってきんぴらにすることにしました。芯を細く、きんぴらごぼうのごぼうみたいに細く切りまして、油を敷いたフライパンで炒めていきます。でちょっと色づけ程度に人参も細く、同じように細く切りまして、これを一緒に炒めていきます。で味付けは、酒、醤油、砂糖、だしの素を、小さじ1杯ぐらいずつ、入れまして、混ぜたら、ブロッコリーの茎のきんぴらの完成です。で、茹でてたブロッコリーはざるにあげておきます。でこちら圧力鍋で、火を通し終わったら最後、カレールーを入れて、溶かしていきます。今回は溶け込むカレーっていう、ルーを使ってます。でこれで10分ぐらいまた火を通したら完成です。さつまいもを入れることで甘くなって、より子供が好きそうな味に仕上がりました。あとこちらは業務スーパーで買ったらっきょうですね。らっきょうも一緒にいただきます。はい、夏といえばカレーということでとっても美味しかったです。はい、その日の夜ご飯もお昼に作ったカレーを食べようと思うんですが、夜は、お米を食べ過ぎると太るなと思ったので米なしカレーにしようと思います。まず冷凍のほうれん草をレンジでチンします。で、あと、こちら電子レンジで作っておいたゆで卵をちょっと熱かったので水で冷やしておいて、でこれもお昼ご飯の時に茹でていたブロッコリーを、器に乗せまして、こちらミニトマトを半分に食べやすい大きさに切ってブロッコリーに、乗せていきます。でこちらモッツァレラチーズを小さく切ってブロッコリーの上に乗せていきます。でゆで卵を、殻を剥きまして、100均で売ってるゆで卵を輪切りにする機械で、輪切りにして、適当に盛りまして、あとチンしたほうれん草も添えまして、ここに昼間作ったカレーを温め直して、乗せたら完成です。カレーは米なしでも十分糖質たっぷりなんですが、たくさんお米食べるよりはマシでしょうということで、お米なしです。娘は普通にお米と一緒に食べます。主人も少しだけご飯を乗せて食べます。はい、はい、3日目の朝ごはんは、業務スーパーで買ったチェダーチーズを乗せた、チーズトーストを作っていきます。冷凍してた食パンにチーズを乗せて、オーブントースターで焼いただけです。はい、食べやすい大きさに切っていただきます。チェダーチーズは普通のスライスチーズよりもこう味が濃いめで、なんかちょっとまた違った、チーズトーストっていう感じで美味しかったです。娘は牛乳と野菜ジュースと、私はカフェオレといただきました。はい、3日目お昼ご飯は、肉野菜ラーメン作っていきます。鍋を3つ用意して、1つはごま油を、敷いて、豚こま肉を炒めていきます。で、小さい鍋にはスープ用の、お湯を沸かします。でもう1つ麺を茹でる用のお湯も沸かしておきます。で、豚こま肉を炒めつつ、野菜も切っていきます。人参も適当に余ってた人参を短冊切りにして入れまして、あとは、玉ねぎは4分の1個ぐらい入れました。くし切りにして入れました。あとはこちら舞茸ですね。舞茸は適当に手で裂いて入れます。あとはキャベツですね。キャベツは適当にざく切りにしておきます。鶏ガラスープの素を小さじ1杯、2杯ぐらい入れまして、横の鍋で、ラーメンの麺を茹でつつやっていきます。このラーメンの麺は業務スーパーで買ったもので、スープもついているパックで売られてたものです。はい。で、お肉にニンニクと生姜のすりおろしを入れまして、炒めていきます。
で、キャベツも入れてよく炒めていきます。はい、でオイスターソースもちょろっと入れました。はい、で小さい鍋のスープ用の鍋も、お湯が沸いたら、スープの素入れていきます。で、お水と片栗粉を小さじ1杯ぐらいずつ混ぜた少量の水溶き片栗粉で、肉野菜炒めを少しとろみをつけたら、茹で上がった麺を器にのせて、上に肉野菜炒めをのせて、あとスープをかけて、出来上がりです。はい、こんな感じで具材たっぷりラーメンっていう感じですね。この業務スーパーで買ったラーメンのセットを初めて食べたんですが、醤油ラーメンとっても美味しかったです。はい、娘のラーメンは冷めやすいように氷を少し入れてあります。はい、こんな感じで美味しかったです。はい、3日目夜ご飯は、プルコギ炒め作っていきます。これは業務スーパーで買ってきた冷凍のプルコギ、牛肉に味付けがもうされているものを解凍して、炒めています。でそこに、まず玉ねぎを半分くし切りにして入れました。でこれは大根ですね。大根の余ってたやつなんですが、これを、細く切って、これはお味噌汁に使います。隣で、お湯を温めている鍋に、大根を細く切って入れていきます。はい、あとは、人参を、皮をむいた人参を適当にまた、細切りにして、プルコギ炒めの中に入れていきます。だって3日間通して見てみると、私の料理は玉ねぎと人参をよく使っているなって思いました。はい、あと小さいフライパンに、ご飯と卵を入れまして、これを混ぜ合わせて炒めていきます。これは娘用の卵ご飯炒めです。卵ご飯炒めは娘がよく食べてくれるのでよく作ってます。はい、味付けは、マヨネーズをちょろっと入れただけです。で卵に火が通ったらもう器にのせます。はい、でお味噌汁は、お味噌を入れて、あとだしの素もちょろっと入れます。はい、あとキャベツですね。キャベツをまたざく切りにして洗います。本当はプルコギもやし入れた方が美味しいかなって思ったんですが、もやし買ってなかったんで、代わりにキャベツ入れました。で、火を通している間に副菜も作っていきます。きゅうりを1本適当に薄切り斜め切りにしまして、キムチ大豆もやしと合わせていきます。これも業務スーパーで買ったキムチ大豆もやしなんですが、きゅうりと合わせるだけです。あともう一つさっぱりしたものが欲しいなと思ったので、お豆腐に鰹節をのせただけのやつ、と刻み海苔も適当にかけたやつを作りました。はい、こんな感じで、夜ご飯完成です。プルコギ野菜炒めと、大豆豆もやしきゅうりとお豆腐と、大根のお味噌汁、娘は、卵かけご飯を炒めたやつと、あとプルコギと牛乳とお味噌汁。はい、こんな感じです。はい、ということで今回は、休日の3日間の食事を作る様子をお送りしてみました。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。